新歩党は、ブラジルの中道右派政党である。保守主義ならびに、右派ポピュリズム、自由主義的傾向を有する。軍政時代の与党である国家革新同盟に起源を持つ。1979年、ARENA は民主社会党となり、1993年4月4日。 PDS は、キリスト教民主党と合併し改革新ポトとなった。一方、1994年、社会労働党と改革労働党が合併し旧新ポトが結成された。これが1995年、PPR と合併しブラジル新ポトとなる。PPB 創設後、ブラジル社会民主党並びに自由主義戦線と連立政権入りを果たし、 大統領フェルナンド・エンリケ・カルドーゾを支持2003年4月の党大会で、現在の党名に、再び改明。2006年10月に行われた、連邦議員選挙にて、同党は、連邦議会会員で513議席中42議席、連邦議会上院では81議席中1議席を獲得。パウロ・マールーフ同党の最も有名な、党員政治家は、 アラブ系ブラジル人で、サンパウロ州知事、サンパウロ市長を数期務めたパウロサリムマールーフ、他に、元、サンタカタリーナ州知事、元老院議員のエスペリディアン・アミン、元労働大臣、リオデジャネイロ州元老院議員のフランシスコ・ドルネレス、がいる。政治腐敗度が、比較的高いブラジルにおいて、同等も、汚職と無関係というわけではなく、 ブラジル高等選挙裁判所の腐敗選挙打倒運動の調査によると政治腐敗度は民主党、ブラジル民主運動党、ブラジル社会民主党に次いで上位4番目に位置する。近年、党の事実上の指導者の地位を剥奪されてしまったマールーフをはじめとして一部汚職に関与した党員の押し付けがましい国粋主義的傾向に反発してたびたび リオグランデドする州支部が離脱すると脅しをかけているように、同党は非常に初期の頃から地域分裂的傾向を見せている。党の国粋的傾向はルーラの労働者党政権との緊密な同盟関係構築に寄与している反面、リオグランデドする支部は党の反対勢力とより一層結託し、今一度反抗的態度を見せている。ありがとうございます。